どうも皆さんこんにちは。ワンパンマン隣のヤングジャンプ208話、笑いましたね。まだご覧になっていない方はまずは208話をご覧になると良いと思います。207話で画廊が埼玉にバチーンとぶっ飛ばされた続きから始まります。画廊は怪人化が加速して格段に強くなった自覚はあるのに差が縮まった気がしねえと感じています。これは207話で画廊は怒りに応じて体が変異し怪人化が加速していましたが、画廊にわざと殴られた埼玉が全くの無傷だったからですね。埼玉は画廊がムカデ仙人を倒したりヘリを救助していたので、そういうことしたいなら素直にヒーローをやりゃいいのによ、なんで怪人の真似事なんてやってんだと、すでに画廊の本質に気づいています。画廊が金属バットと協力したのは、画廊単独では目標にたどり着くのに時間がかかるから金属バットを利用したのだというと、埼玉は目標、ああ絶対悪の世界平和とかかと画廊の本心を見抜きます。そして画廊も図星をつかれたためギクッと動揺し、ば、なんでそうなると発しています。埼玉は直前にお前結局何がしてんだよ画廊と質問していましたが、画廊が何をしたいのかちゃんと推測できていましたね。原作では埼玉はお前が絶対悪で世界が変わる、つまりどういうことと言って、戦闘中は画廊の心を理解できていませんでしたが、リメイク版では早い段階で画廊の心を見抜いているようです。リメイク版の今回の埼玉は相当頭がいい、または勘がいいと言えそうです。埼玉は画廊がムカデ仙人を倒したりヘリを救助したことを知っていましたが、そのことと206話の画廊の俺は怪人画廊、人類を平等に絶望の淵に叩き落とし絶対悪となるものだ、絶対悪は絶対強者だからな、まずは意を広める目撃者が必要なのさ、怪人協会だけじゃねえ、ヒーロー協会も今夜壊滅するぜ、世界中に抗いようのない俺の力を分からせるなどの発言と、207話のよーく見とけクソガキ、今からてめえの価値観を壊す、ヒーローってもんの無力さを教えてやるよ、俺が絶対悪として君臨し俺やお前を泣かせた理不尽ってものに終止符を打つなどの言葉だけで、画廊の目標としている絶対悪が実は世界平和を目指していることに気づいているからです。画廊は埼玉に世界平和に関することはほぼ言っていないのに、ギャグ要素もある作品なので埼玉が言い当ててしまうというジョークなのかもしれません。最近の埼玉は非常に洞察力があり勘もいいです。それから埼玉は子供が泣きながら足洗うのを勧めるようなやつだしな、お前と画廊に言います。これは子供タレオが泣きながら画廊に怪人の真似事から足を洗うようお願いしていたことを言っているんですね。埼玉は207話では画廊に怪人ごっこして子供を泣かしてんのかとからかうような何も分かっていないような言い方をしていましたが、今回208話の発言から実はタレオと画廊のやり取りをちゃんと見ていて、なぜタレオが泣いているのかをきちんと把握していたようです。続けて埼玉は画廊に組んでやれよとタレオの気持ちを組んでやれ、分かってやれと言います。今回もまた埼玉かっこいいです。しかし画廊はうるせえと聞く耳を持たず戦いを再開させます。画廊は埼玉のパンチをバシッと受けて防ぎ、逆に埼玉に連撃を浴びせ瞬殺瞬撃も食らわせます。瞬殺瞬撃や瞬殺衝撃は原作89劇目で書かれていたものが今回リメイク版でも書かれたようです。パンチを防がれた埼玉はパンチが当たらん、武術ってやつかというと、画廊は武の極致の技だ、ありがたく噛み締めやがれと返します。この言葉には深い意味があると思われます。埼玉は10巻49劇目で武術に興味を持ち、強い武術家と戦いたい、武術を体験したいと思い、あのスーパーファイトにも出場していました。その体験したかった武術の最高峰である武の極致の技を画廊が埼玉に体験させているわけです。埼玉にとっては非常にありがたいはずです。画廊のありがたく噛み締めやがれという言葉がより深い意味を持っていると言えそうです。なおその49劇目の武術の説明で描かれた怪人の絵と今回の怪人化した画廊が少し似ているというのもまた面白いですね。画廊は埼玉との差が縮まった気がしないと言っていたにもかかわらず、いい戦いができています。これは埼玉が本気でないこともあるでしょうが、画廊が埼玉の動きについて、俺は常に先の先の先を計算してめえの動きを読み切ると言っているように、動きを読むことで埼玉の身体能力に対応しているからです。これについて原作の画廊はより詳しく説明していました。原作89劇目で構え、視点、動きのパターン解析だけでも
ある程度の見切りはできるが、それに加え重心の移動、筋肉の緊張、呼吸、気、それらを複合的に観察することでお前の次が手に取るように分かるんだ。お前ほどのスピードの攻撃は反射で回避しても間に合わないかもしれないが、俺はお前が攻撃する前に避けている。そしてお前の攻撃動作が終わる前に俺の攻撃が始まり、お前の反射はそれに間に合わず直撃を受けると言っていました。そういうわけで埼玉の動きに対応できているようです。そして瞬殺衝撃、大発見、埼玉ごとビルを3棟吹っ飛ばし崩壊させます。すると地下シェルターから管理職員たちが出てきます。彼らは地下シェルターに瓦礫によって閉じ込められていましたが、たまたまガローがその瓦礫ごとビルを吹っ飛ばしたので脱出することができました。彼らがガローにお礼を言うと、埼玉は絶対悪ってのは人助けがうめえんだなと絶対悪と言いながら世界平和を望んでいるガローをからかい、さすが計算し尽くされてるぜとも言います。計算は少し前にガローが、俺は常に先の先の先を計算してめえの動きを読み切ると言っていたので、さすが計算し尽くされてるぜと言ったんですね。笑えます。さらに火山噴火による溶岩に飲み込まれそうになっている町に場面が映ると、避難している住人たちが山の向こうの埼玉とガローの戦闘により生じている光に気づきます。ガローはさらに怪人化が進みますが、埼玉はお、またちょっと良くなったじゃんとガローの動きがちょっと良くなったと言っている程度で、まだまだ余裕があります。そしてこれでもかとガローが埼玉を山ごと攻撃すると、火山は破壊され溶岩が町とは異なる方向に流れていき、町の住人たちは歓喜に沸きます。受けます。ガローはまた意図せず人々を助けています。町を救ったガローはそのことに気づかず、ただ埼玉のことを山より頑丈と考えています。埼玉の方はガローのおかげで溶岩の危機から脱した町を見て全てを理解し、そのつもりがなくても結果オーライになるその感じ、お前キングに似てんのかもな、ヒーロー的な勘がいいんじゃねと言っています。ガロー絶対悪になりたいのにヒーロー的な勘がいいと言われてしまってますね。現在ガローが見せているそのつもりがなくても人を助けてしまうという能力は非常に興味深いです。199話でキングが煉獄無双爆熱波動砲を成功させたのはキングの強運によるものでしたが、実はガローの知らずに人を助けてしまう能力とのコンビネーションだったとも言えそうだからです。あの時煉獄無双爆熱波動砲が炸裂したのは絶体絶命のキングのピンチにガローの知らずに人を助けてしまう能力も合わさって、より必然なことだったのかもしれませんね。また205話で海水に囲まれたキングたちが助かったのは、倒れたムカデ仙人の体の上を豚神が走ってキングたちの元に達することができたからでした。ムカデ仙人の体がキングたちの方に倒れてきたのはガローがチョップした後偶然そうなったのか、埼玉の活躍によるものなのかはっきりしていませんが、ガローの能力によるものであったとすると、この時も知らずにキングたちを助けていたことになりそうです。受けます。そうであればこの出来事もキングの強運とガローの知らずに人を助けてしまう能力のコンビネーションと言えそうです。キングたちが助かるのも当然ですね。ガローは外見が原作92期目の最終形態くらいまで近づいたように見えますが、まだ怪人化は進むのでしょうか。一方で埼玉はこの姿のガローを今もコスプレしているだけと思っているんでしょうか。最近の埼玉はいろんなことに鋭く気づいているのに、ガローの怪人化についてはなぜか鈍いのが笑えます。怪人化しようがしまいが、埼玉にとっては恐れるに足りないからかもしれませんね。次回もどんな展開になるのかとても楽しみです。いつも楽しませてくれるこの作品に感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。